もう誰も言うことを聞かなくなるでしょう。教会の地下にみんな閉じ込めてきたわ。僕たちはどこにいるの？未来の王国にいるのよ。ここはまだ生まれてない子供たちの国なの。ダイヤモンドの青い光が人間には見えない光を照らし出してくれているのよ。きっとここで青い鳥が見つかるはずよ。この国の鳥は青いはずだね。だって見渡す限り青いのだもの。なんて綺麗なんだろう。走ってる子供たちをご覧なさい。あの子たち怒ってるの？少し驚いただけなのよ。生きてる子供たちだ。ほら見て、生きてる子供たちだよ。どうして僕たちのこと生きてる子供たちって呼ぶの？あの子たちはまだ生まれてないからよ。じゃあ、あの子たちは何をしているの？生まれる時が来るのを待っているの。地上に生まれてくる子供たちはみんな、ここからやってくるのよ。みんなその順番を待ってるの。お父さんやお母さんが子供を欲しいと思った時、あの大きな扉が開くの。そこの右側に見えるでしょ。小さな階段が。本当だ、たくさんいるんだね。そこはとても深くて、本当にたくさんの子供たちがいるの。とても全部は見えないわ。だってこの世が終わるその時までの子供が全部いるのですもん。誰も数えきれないのよ。背の高い青い人たちは誰？あの人たちは地上の管理と言われているの。でも本当のことは誰も知らないのよ。人間がいなくなった後で地上に降りていくそうよ。でもそのことについて質問することは禁じられているの。どうして？だってそれは地上の秘密だからよ。じゃあ他の子供たちにだったら話しかけてもいい？いいですとも。まずは知り合いにならなくてはね。ほら、ここに好奇心の強そうな子供がいるわ。近づいて話しかけてごらんなさい。なんて言えばいいの？何でもいいのよ。お友達に話しかけるみたいに話せばいい。握手してもいいかな？もちろんよ。あの子たち悪いことは何もしませんよ。そんなに硬くならなくてもいいのよ。私は向こうに行ってますからね。その方が落ち着くでしょ。私は青い人たちとお話があるから。こんにちは。
それなん？それなん？